ディオドトストリフォン。アレクサンドロス一世イバラスのコアンティオコス六世、ディオニュソスを擁立し、ついで王位を奪った。コインオブダイオデタストライファン、紀元前145年、セレウコス長のアレクサンドロス一世イバラスが殺害され、デメトリオス二世にカトルが王位についた。デメトリオス二世は、従来の軍隊を解散したが、失業した兵士たちの不満は高まり、 デメトリオス自身も不人気であった。シリアの将軍であったトリフォンはこの状況を利用し、カルキスでバラスの子アンティオコス6世ディオニュソスを擁立した。ディオニュソスは支持を集め、アンティオキアを占領した。トリフォンは王位を狙い、ディオニュソスの同盟者であるハスモガサ、ユダヤのヨナタンを粛清することに決めた。紀元前143年頃、ベテシャンに出兵し、 大事するヨナタンにプトレマイスまで同行するよう求め、捕虜とすることに成功した。ヨナタンの処刑に成功したが、ハスモン朝サは、ヨナタンのアニシモンの下で結束した。紀元前142年頃、トリュフォンは、ディオニュソス王を暗殺して、王位を散脱した。しかし、各地で反乱が続発し、デメトリオス2世の後継者、アンティオコス7世イシデテスは即位して間もなくトリュフォンを、 攻撃した。トリュフォンはドルへ逃れて包囲され、さらにトリポリの北オルトシアイ逃亡した。まもなくシゲテスに捕らえられ、処刑されたと言われる自殺とも、ありがとうございます。